韓国ドラマ情報局へようこそ。当チャンネルでは韓ドラを中心に韓国エンタメ業界のお話をお届けしています。12月に日本の BS で放送が始まる韓国ドラマ、やっと情報が出揃いました。 BS 追加情報は再放送を含め6作品。せっかくなので関東ローカル地上波の12月の情報を番外編に添えてサクッとお届け。ということで本日は12月に BS で放送開始となる韓ドラ、一部イメージ映像で一気に見ていきましょう。ですがその前に、情報はすべて動画制作時のものであり、予告なく変更延期となる場合があります。詳しくは各局のホームページでご確認ください。キム秘書は一体なぜオフィスラブコメ。財力もルックスも兼ね揃えた超ナルシストな副会長と、彼を長年完璧に支えてきたキム秘書。彼女は恋や結婚をして自分の人生を歩みたいと辞職を宣言するが、あの手この手で引き止めようとする彼はプロポーズまでしてみちゃう。イテウォンクラス、パクソジュン。シティハンター・イン・ソウル、パクミニョン。同名小説が原作の大人気ラブコメ。キム秘書は一体なぜは BS ジャパネクストで29日木曜から再放送。曜日は現状不明ですが6話連続放送になるようです。ピノキオ、ラブコメ。家族を失い助けてくれた男性の養子になった青年は、同い年の姪と暮らすことになるが、彼女は嘘をつくとしゃっくりが出るピノキオ症候群であった。そんな2人が成長し報道記者を目指していく。ビッグマウス、イ・ジョンソク。相続者たち、パクシネ。サムバディ、キム・ヨングアン。ユミの細胞たち、イ・ユビ。最高視聴率 13.3% の大人気ドラマ。ピノキオは BS 松竹東急で6日火曜スタート、毎週月曜から金曜の夕方4時半、29日と30日は放送休止となります。アバウトタイム、止めたい時間、ファンタジー、恋愛、メロドラマ。人の寿命時計が見える女の人は、自身の寿命がたった100日余り。残された時間にやりたいことをやろうとするが、とある男性といると自分の寿命時計が止まることに気づき、彼に近づこうと奮闘する。ワン・ザ・ウーマン、イ・サンユン。流れ星、イ・ソンギョン。 SF9 のロウンも出ていたファンタジー作。アバウトタイム、止めたい時間は BS 朝日で23日金曜開始、平日毎日朝8時30分の放送です。ここでちょっと番外編。関東のローカル地上波で12月に始まる韓国ドラマ7作品をサラサラっとお届け。孫独女王、恋愛アクション時代劇。殺されかけた妊婦が生き残り、無事に双子の姉妹を出産。一人は姫として、もう一人は出生の真実を知らない民として育てられるが、運命のもとに二人は手繰り寄せられ、絶対的な権力を持つ希代の養父との壮絶な戦いが始まる。主演はイ・ヨウォン、コ・ヒョンジョン、パク・イェジン、オム・テウン、キム・ナムギル。最高視聴率 43.6% の大ヒット時代劇。孫独女王はテレタマで15日木曜スタート、毎週月曜から木曜のお昼12時半の放送です。黄金の私の人生、ヒューマン。正社員を目指して必死に働く女性が、実は25年前に行方不明になった財閥グループの娘だと知らされる。家族の反対を押し切って財閥家で暮らすことにするが、慣れてきた矢先に思いもよらなかった真実が明らかになる。主演はパクシフ、シンヘソン、イテファン、ソウンス。最高視聴率 45.1% の愛と感動の物語。黄金の私の人生は千葉テレで24日に開始、毎週土曜のお昼12時半、31日は放送休止となります。猟奇的な彼女、ラブコメ時代劇。留学を終えた秀才が今にも川に落ちそうな泥酔女を見かける。仕方なく助けたが、彼女は彼を変態だと勘違い。二度と会いたくなかったが、彼は泥酔女と再会してしまう。主演はチュオン、オ・ヨンソ、CN ブルー、イ・ジョンシン、キム・ユネ。最高視聴率 11.4%、伝説的な同名映画を時代版としてリメイク。
猟奇的な彼女は千葉テレで13日火曜スタート。毎週月�曜から金曜の朝9時半、12月29日から1月3日は放送休止となります。甘くない女たち、プアムドンの復讐者、友情コメディ。政略結婚で夫婦仲は冷め、子供ができずに悩む妻、しかも夫は突然高校生の隠し子を連れてくる。そんな中、妻は理不尽な状況に置かれた2人の女性と出会い、お互いの復讐を助け合うクラブを結成する。主演はイヨウォン、ラミラン、ミョンセビン、イジュニョン、ユーキスのジュンことイジュニョンのテレビドラマデビュー作。甘くない女たち、プアムドンの復讐者は TBK で9日金曜から再放送、平日毎日午後2時です。風が吹くメロドラマ。学生時代に一目惚れした女性と大恋愛の末に結婚したが、今や完全な倦怠期。夫婦仲のためにも妻は子供が欲しいと提案するが、夫は拒否。実は彼は若年性アルツハイマー病で妻を遠ざけようとしていた。主演はカム・ウソン、キム・ハヌル、キム・ソンチョル、キム・ガウン。一筋縄ではいかない大人のラブロマンスを描く。風が吹くは群馬テレビで25日スタート、毎週日曜のお昼12時の放送です。雲が描いた月明かり、青春ラブコメ時代劇。男装をした恋愛相談家が偶然セジャと出会うが、彼がセジャだと知らず落とし穴に置き去りにして逃げてしまう。その後内観試験を受けた際に再会をするが、彼女に仕返しをするためにセジャは彼女を合格させちゃう。主演はパクボゴム、キムユジョン、チョンジニョン、チェスビン、クァクドンヨン。最高視聴率 23.3%、 シンドロームを巻き起こした大人気作。雲が描いた月明かりは千葉テレで12月29日から1月3日の朝9時、3話連続放送されます。ミセン、オフィス、ヒューマン。父が亡くなってからアルバイト生活をしてきた青年が契約社員になり、持ち前の洞察力で営業マンとして少しずつ認められていく。一方、同期の女子社員は男性ばかりの課に配属され、まともな仕事を与えられずに悩んでいた。主演はゼア・イムシワン、イ・ソンミン、カン・ソラ、カン・ハヌル、ピョン・ヨハン。一大旋風を巻き起こした人気ヒューマンドラマ。ミセンは千葉テレで23日に開始、毎週金曜の夜7時、30日は放送休止となります。以上が番外編。12月に BS で放送が始まる韓国ドラマに戻りましょう。7日の王妃、恋愛時代劇メロドラマ。最悪な出会いをした男女が後日婚姻相手として紹介され、初めは反発するも次第に心を通わせていく。物おじしない彼女に彼の兄も興味を持つが、ある事件に激怒した兄は2人の仲を引き裂いてしまう。月水金火木土パクミニョン、内政的なボスヨンウジン、パリの恋人イドンゴン。宿命に翻弄された3人の男女の物語。7日の王妃は BS 松竹東急で29日木曜から再放送。曜日は現状不明ですが、朝方4時に3話連続放送となるようです。青い海の伝説、ファンタジーラブコメ。1598年に打ち上げられた人魚を助けた一人の男。彼の生まれ変わりは現代で、世界を股にかける詐欺師になっているが、そんな彼の前に現れたのは言葉も話せない無防備な女の人。なんと彼女は初めて陸に上がった人魚であった。星から来たあなた、チョンジヒョン、相続者たち、イミンホ。最高視聴率 21%、 運命の2人が時空を超えて巡り合う。青い海の伝説は BS ジャパネクストで16日金曜から再放送、毎週月曜から金曜の朝7時30分です。真心が届く僕とスターのオフィスラブ、オフィスラブコメ。韓流の女神が根も葉もないスキャンダルに巻き込まれ引退の危機。復帰のため法律事務所で働いて役作りをすることになるが、彼女の言動や服装にエース弁護士は毎日呆れる。まともな恋愛経験のない2人がやがて惹かれ合っていく。
トッケビ、君がくれた愛しい日々で人気を博したイドンウクとユインナが再共演。恋愛ベタな2人の恋の行方は、真心が届く僕とスターのオフィスラブは BS ジャパネクストで21日月曜スタート、平日毎日夜7時の放送です。いかがでしたか？気になるドラマはありましたか？ぜひコメントで教えてください。今後も韓国ドラマ情報を中心に、韓国エンタメ業界のお話なども配信していく予定です。それではまたお会いしましょう。